はい、どうも。では22本目やっていきたいと思います。前回は天空の盾を探してですね、バトランドに来たというところで終わったわけですが、今日はこれからガーデンブルグの方に、向かいたいと思います。では今日もよろしくお願いいたします。倒したい、すぐに倒したい。よし、いいね、かかってきてる。うわ、来た、ナイス、アリーナ。すげえ。ここってことかな。よし、ここでマグマの杖、いないのか、ミネアが持ってんのか、使えるのかな。使う。おお、すげえ壊れた。はい、では入ってみます。ガーデンブルグ城っていいのかな。またこれ夜に来ちゃったな。これ話すぞ、夜は不用心ゆえお城を閉めています。どうかまた明日お越しください。そうなんだ、女子しかいないんだった。そういえばここは、これはね、楽しみ。ちょっとじゃあ明るくなるまでこの辺でふわふわっとしてようか。お、来た。いいかな、この辺で明るくなったから。よし、じゃあ入りましょう、お城に。女子だけのお城。いいですね。行ってみましょう。ちゃ。さあ、スケベ心を、おじいちゃんの思いを、ね。あら、旅の人ね。ということは、道が通じたわけ。ああ、よかった。あ、そうだよ。壊しましたから、あれを。王様おりますか。あ、いた。どうも、はじめまして。旅のものですね。この国がこうしてあるのは、外からのいざこざをあえて断ち切ってきたからこそ。早々にこの雪をって、出て行きなさい。何、早々にこの雪をって、そんな、女王様はとても厳しいお方、くれぐれも粗相ないように。そんな、なんか冷たいこと言わないでくださいよ。ここは女王様の衣装部屋。素敵なお洋服ばかりだから、汚い手で触っちゃダメよ。なんて失礼なこと。ああ、もう頭に来た。もう触っちゃう。はい、ベタ。汚い手で。はい、ね、さっきモンスターを買った汚い手で。はい、ベタ。どんな衣装があるのかな？ん？どんなものを隠してるのかな？ここに。もなかった扉を開けてゴソゴソする。はい、古い話だけどね、今の女王様のおばあ様がまだ若かった時、バトランドの王様から天空の盾というのをもらったそうよ。そうそう、でそれをね、今ね、地獄の帝王についていろんな噂話をまとめているところです。地獄の帝王の復活、そしてそれを倒すべき勇者が育っているという予言。天空には竜の神様がいる。そしてブランカの国では天空から舞い降りた娘が赤ちゃんを産んだとか。もう少しでこれらの話がまとまりそうなんですが。わあ、なんかこう今ダイジェストまとめてくれましたね。そんな状況ですよね今。よいしょ。女王様はきついことをおっしゃっていても、本当は優しいお方なんだよ。
女王様の寝室ということになるんですよね。寝室のタンス、これをねやはり調べていかないといけませんね。なんせ女子しかいませんからね。女子しかいないということはですよ、何が出てくるか、素早さのためですよ。もう何事も素早く迅速に寝室でことを済ませているというふうに受け止めてよろしいでしょうか、女王様。はい、じゃあどんどん行きましょうね。私は全てを神に捧げ教えを説いてきました。それを女王様に認められブロンズの十字架をいただいたのです。大切な宝物ですわ。ブロンズの十字架、なるほど。はい、こちらはジョブレ長渕の防具、買いに来た。うわ、何、ピンクのレオタード、これは誰が着れるって、もちろんアリーナじゃなくてマーニャ。あ、女子はみんな着れるんだ。誰に着せたい、ピンクのレオタード。まあでもね、戻り子だからね、やっぱりマーニャ、マーニャじゃない、ね、買いに来た。ピンクのレオタード、姫、姫に着せちゃう、まずいかな、なんか牢屋とか入れられたりして怒られちゃう。あーでも いねえんだ今サンタイムの王。いやいや、買っちゃえ買っちゃえ買っちゃえ、ちょっと姫、ピンクのレオタードお願いします。姫、あ、ピンクのレオタード80、そうだね90、どうしましょう、ピンクのレオタードできない。お、はい、よかったわ。やあこんにちは、タンスの中を調べてご覧なさい、面白いものが出てきます。どれどれ、調べましょう。はい、特に何も見つからなかった。何、お、あ、泥棒、誰か誰か、え、何それ、お城の中で盗みを働くと不届き、え、もはや逃げません、さあ来るぞ。え、何、捕まっちゃったよ。ちょっとだって今調べてみなって言われたのに、あの詩人みたいなの、濡れ衣だよ。あれ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 、こんな狭いとこに4人で入れると、これ独房じゃない、独房。ちょっと、もしもし、出なさい、女王様。私はこの国の女王、罪を犯した者を裁かねばなりません。申し立てによれば、そなたたちがシスターのブロンズの十字架を盗み出したそうですね。この申し立てに間違いありませんか。いや、しかしシスターはそなたたちが盗んでいるところを見たと言っていますか。それでも違うという、はい、違います。だとするとブロンズの十字架を盗み出したのは誰なのでしょうか。もし濡れ衣であるならば、そなたたちに本当の犯人を見つける機会を与えましょう。ただし、それまで仲間の一人を預からせてもらいます。兵士、この者たちの仲間を一人牢にの中に。さあ、お行きなさい。え？ライアン？ライアンを人質として預からせてもらいました。もし人質にする仲間を変えたいときは、この私に話しかけてください。ちょっとライアンじゃない方がいいな。ライアンじゃない方が、誰がいいかな。一番やっぱここは絵的にトルネコさんあたりがちょっと面白そうだ。ちょっと話を頼んだぞ、必ず犯人を捕まえて。ちょっと寂しいなライアン。ちょっと、ちょっと別の人をさせて。こう絵的にこの人が一番いいんじゃない。いますよこれ。ごめんねトルネコ、頼んだぞ必ず。ちょっと入っといてしばらく。私はその人たちを信じて本当の犯人を探す機会を与えました。私が騙されていないことを祈っています。さあお行きなさい。まあでも基本的にはいい人なんだねこの人。お、女
ちに行けた。おお。ちょっと痛いけど。炎の爪。お、これ何アリーナ装備できんじゃない。ずっと鉄の爪だったもんね。おー強い。やった。さらにレオタードだし、レオタード炎の爪すごいね。姫姫どうしちゃったらいいのそれ。お、誰かいた。怪しい男を見なかったかって。そういえば詩人風のキザなやつが南の方が走ってった。さっきのだよ。あいつチキショー、まったくとんでもないやつだよ。あ、なるほど、あいつ自分で盗んだんじゃん。それを俺らのせいにしたってことだな。くそ許せん。よし、じゃあ今回のスーパーなんだ前衛的なパーティーで行ってやる。これでおあったよこれ。ここか。ちょっと待って、パーティーどうしよう。ベッチ、ちょっとアリーナで行こうかな今回は。でたまには、ちょっと待って、クリフト21、マーニア、ミネア22か、ブライ、たまにはさクリフトブライで行ってみる？ちょっと、あーこれいいんじゃない？ちょっとね、アリーナ、これで行ってみよう。ちょっと装備しょぼいけど、ちょっと試しに行ってみてもいいですか？このアリーナの感じ。お、これやっぱそうだよね。で作戦を、違う、っていうかあれ？なんで敵出ないの？ここ全く出ないね。わっ、小さな目だ。おっ、階段降りましょうか。でかれでん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 。ここには何が入ってますか。お、力の種。なんでこんなに敵が出ないの、気持ち悪いね。あっという間に一番下、お、嫌がった。おい貴様、何してるこの野郎。よく眠っているようだ。胸にブロンズの十字架を抱いている。ふざけやがって。いやいや、あなたたちは。おっと、捕まるわけにはいきませんね。なんだと、ほら、ふざけるな。おい、お、クソ、クソじゃないよ。お、来た。え、盗賊バコだ。ちょっと待って、いきなり油断してたわ。もうちょっとちゃんと回復してから来ればよかった。あ、でもいいね、命大事に。あ、命大事に、いいね。クリフトにかけていく。まあ大丈夫だ。ちょっと自分にスクルト、よし、攻撃だ。シャバルコは、よし、眠らせた。やるな。
よし、いけ。こんな、ちょっとでも、なんていうの、元あれだよね、詩人みたいな蔵なのに、いきなりこんな感じなんだ。あ、結構しぶといな。眠らせる。ブライはなんで、もうちょっと命大事にしてるからか。ちょっとこれガンガン行こうぜとかにした方がいいのか。じゃあガンガン行こうぜ。よし、ザキバイギルト、バイギルトいいね。よしよし、バイギルト。バイギルト強いな。ていうか結構強いね、盗賊箱だ。よし、おお、すばらしい。お前、よっしゃ、お前をね突き出すわ。もう女王様のもとへ。ろくでもない、イオラ。うん、うん、なかなかいい経験値をいただきましたね。かな、よし。わあ、私が悪うございました。どうか嬉しください。おお、来た、誰か来た。お、ベッチ殿、お見事。女王様の命令であなたたちを つけてきたのです。もし困っているようなら力になってあげなさいと。あら、ともかくこの者は私が一足先にお城に連れて帰ります。ベッチ殿も早くお城にお戻りください。では。いやー、もう素敵。ちょっと泥棒の壺を調べるよ。何もないのかよ。もうちょっともろもろ宝箱を漁っていきたいね。おっ、あれ、おっ、ドラゴンシールド、何それ。おお、いいね、ドラゴンシールド。さあ戻ってきました。さてさて、ちょっと生き返ってもらってセーブもしましょうね。おう、ベッチ、本当に犯人を見つけましたね。先ほど戻った兵士から話をすべて聞きました。さあ、この鍵で仲間を出してあげなさい。お、あ、え？あ、ちょっと、なんなの？今まで、ここはそんなに音変じゃなかったのに。え？間違ってたよね、今。そしてこの城の地下にある天空の盾も差し上げましょう。持って行くがいいでしょう。あれから城の者に聞いたのですが、そなたたちは地獄の帝王を倒すために旅をしているとか。そういえばここから南ロザリーヒルにはかつて魔族が住んでいたそうです。何かわかるかもしれません。行ってみるといいでしょう。ロザリーヒル行きましょうよ。ロザリーヒルに、ちょっと待って、じゃああれか、トルネコさんがちょっと囚われてるね。これ置いてったらどうなんのかな。ウトルネコ抜きで話は進んでいくということになるのかな。よし、はい、お待たせ、やっと慣れたぞ。さあ行こうか。すまないね。あら、おい、この泥棒、ちょっとこう開けてあげたら逃げられちゃうのかな。あれ、あ、びっくりした、いなくなったと思った。下に行ったもん、忍者かと思った。よし、調べます。やったー、天空の盾見つけたー。見つけたというか手に入れたね。すごいな、装備が天空、天空になってきたね。ドラゴンシールドから天空の盾、いい
じゃないですか。じゃあこの辺は多分ライアンなら装備できるのかな。ちょっと道具整理しながらで申し訳ないんですが、22本目も、じゃあいい時間になってきたんでこの辺で一旦切りたいと思います。次はじゃあロザリーヒルに向かうところからやっていきますので、23本目も、また見に来てください。ではありがとうございました。